皆さんこんにちは。全力パチバカタイムズのお時間です。この番組ではパチンコ・パチスロ業界で起きた1週間のニュースを幅広くお伝えしていきます。まずは今週のトップニュースです。パチンコ店舗数、令和元年に38年ぶり3度目の1万店を終わる。3月18日、警察庁が令和元年12月末時点におけるパチンコホールの営業許可数を発表しましたが、前年比421店舗減の9639店となり、1万店舗を割り込みました。パチンコ店が1万店を割り込むのは1981年以来38年ぶり。それ以前には1956年にも一度1万点割れを起こしていて、通算3度目の減少となっています。初めは連発式禁止令、2回目はインベーダーゲームのブームによる影響と、それぞれ決定的な要因があったにゃ。でも今回は明確な理由があるわけじゃなく、様々な要因からパチンコパチスロ離れが加速していった結果だから、ある意味これまで以上に深刻にゃ。ここから業界が巻き返す未来はあるのでしょうか。過去を振り返ると、社交性を上げた台を出すことでお客を取り戻してきたにゃ。ただ風営法の解釈が厳しくなっている今は、その巻き返し方法を取れるかと言われたら厳しい状況にゃ。そこも業界的には問題にゃ。何より次のニュースでも触れるような未経験者のパチンコに対する見方、つまり世論が変わらないことには業界への締め付けが緩むことはないと思われるにゃ。今話題に上がった未経験者に関するニュースがこちらです。パチンコ未経験者にお金を渡して打たせた結果、とあるホールのオーナーが50万円ほどのポケットマネーを使い、パチンコ未経験者に遊戯してもらったところ、返ってきた反応は以下の通りです。うるさい、煙たい、あっという間に1万円が消えた、こんなに早くお金がなくなる遊びはできない。15人ほど被験者を募って試した結果、もう一度打ちたいと思った人はなんと0人。これは一体どこに原因があるのでしょうか。要するに業界の常識は世間の非常識ってことだにゃ。爆音も眩しすぎる電飾も、タバコもお金の消費スピードも、全てが世間の感覚からずれてるにゃ。可処分所得の減少や趣味の多様化といったところも原因の一つとは言えませんか。それは言い訳にゃ。少なくともパチンコが交流した1950年代はもっと人々はお金がなかったし、趣味の多様化で言えば求められる楽しさを提供できてないってだけの話や。ずいぶん今日は辛辣ですね。この現実を受け止めて改善していかない限り未来はないからにゃ。もうギャンブル性で客を呼ぶ時代は終わったにゃ。それでは次のニュースです。パチンコに天井機能 U タイム、搭載機種は4月20日から導入開始。パチンコ業界の悲願の一つと言われていた天井機能がついに実現。4月20日に導入が開始される P-FIBER 新花月2夜桜バージョン、 P パチンコ仮面ライダー5音にパチンコ初の天井機能 U タイムが搭載されることが決まっています。ちなみに初代が大ヒットしたシンフォギアの続編、出玉スピードの速さで注目を集めるバイクの原産超え打点10カウントチャージゼロも同日に導入されるから注目必至や。何を導入するか、どう運用するか、パチンコホールの腕が試される日になると言っても過言ではなさそうや。ちなみにネットでは天井機能をめぐって早速ハエナに関する懸念が出ていますが、プレイヤーがそこを狙いに行くのは当たり前の話や。ただパチスロに比べて年齢層が高めなパチンコプレイヤーが余計なトラブルに巻き込まれないようホールは配慮するべきや。入れたら回収調整でほったらかしみたいなことだけはやめてほしいや。そこも含めてホール運営者の腕の見せ所や。続いてはそんなホール業界で起こったニュースです。業務用マスク組合がホールに転売。ツイッターによる未確認情報ですが、とあるホール組合から全国的に不足している業務用マスクの販売に関する通知がなされたようです。それによるとマスク1枚あたり110円という値段でホールへ販売する旨が記述されていました。これは一概に転売というのは早計にゃ。マスクも業務用となると種類によっては定価が110円以上のものもあるにゃ。コロナでみんなピリピリするのもわかるけど、脊髄反射で起こったり面白おかしく取り上げるのは良くないと思うにゃ。という今日が消毒液を無料配布した件には誰も触れないのに、マイナスっぽく見えるところばかりをフォーカスするのはおかしいな。マスクの定価以上の転売はすでに法律で禁止されているだけに、そんな愚行を犯したとは思いづらいですが、このようなトラブルにならないよう組合の通達の仕方にも注意を払ってほしいところですね。新型コロナにおける偏見に業界サイドが反論。続いても新型コロナウイルスに関する話題です。3月初旬から中旬にかけてパチンコホールがクラスター、集団感染が起こる場所という内容の記事がいくつか散見されました。これに対して業界をよく知る有識者が反論記事を掲載しています。反論記事の筆者、
足立雄氏は、決してパチンコホールが安全だと言ってるわけではないな。それは一級建築士の人も同じ見解だな。ただクラスターの3要件を満たしていないのは確かで、パチンコ業界への偏見から来る誤情報の訂正ってだけにゃ。新型コロナウイルスに関しては 100% 安全な場所などありませんからね。冷静な対応を心がけたいところです。続いてのニュースもコロナウイルス関連です。超パチンコパチスロフェスティバル2020中止。4月18日19日に開催が予定されていた超パチンコパチスロフェスティバル2020が新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止されることが発表されました。楽しみにしていたファンも多いし、これに向けて準備していた関係者にとっても残念としか言いようがないな。ただライブやスポーツなんかのエンタメ業界に比べたらパチンコ業界への影響は少ない方にゃ。こんな時だからこそ業界が一致団結して感染拡大防止に取り組んで、できることなら儲かってるところは苦しんでいる他業種に手を差し伸べるくらいの男気を見せてほしいところだが。次は業界の社会貢献活動に関するニュースです。関西優勝、中優勝、東優勝らが献血活動。これは定期的に行っている活動ですね。現在はコロナの影響で献血が減っていることも聞きますし、業界のこういった活動はもっとアピールしてもいいのではないですか。こういうニュースは業界紙でしかまず取り上げられないからにゃ。ここで少しずつ取り上げていくにゃ。ちなみに優勝は遊戯機商業協同組合の略で、メーカーでもホールでもないいわゆる反社の組合だにゃ。それでは今週のニュースはここまで。来週の信頼はご覧の通りです。それではまた来週、全力パチバカタイムズでお会いしましょう。